3月10日、蓮城寺の南暦城辺芝球技場で、愛南町消防本部と愛媛県消防防災航空隊との合同訓練が行われました。愛南町消防本部では、毎年3月と5月に合同訓練を行っていますが、今回は山火事を想定し、ヘリコプターと連携した消火訓練を行いました。実際に山火事が起きた際に、山のふもとまで行くときに、ホースが延長できなかったりとか、そういうときに、消防防災ヘリコプターの、水バケツを使って、空の上から散水するという形になります。それの、消防署との連携を図って、実際に訓練をするということが目的となります。消火ホースが届かない場所での火災では、ヘリコプターでの消火活動を行う必要があります。そのためにはホバリングしているヘリコプターの消火バケツに給水が必要ですが、機体付近には吹き下ろされる風、ダウンウォッシュが発生するため、給水作業に細心の注意が必要です。隊員らはダウンウォッシュに注意を払いながら、本番さながらの手早さで訓練を行いました。